はい、どうもチャラタネです。今日はですね、こちらですね、ベルキンから新型のですね、USB ハブがですね、登場したんですけども、今回ですね、なかなかにですね、スペックが高いですね、ハブになっております。で、今回紹介していくのが、ベルキンコネクト 8-in-1 デュアル 4K USB-C ハブという製品です。8-in-1 ということで、8個のポートを備える USB-C ハブということですね。で、ポイントとしては、こちらですね、4K のディスプレイにですね、接続できるんですが、2台のディスプレイに接続できるようになっています。 HDMI 端子が2つですね、ついているということですね。この辺がポイントになっております。ちょっと実際にですね、こちらを開封して、使ってみようかなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ではですね、ちょっと開封していきたいと思います。完全初見です。はい、ではオープンしていきまして、まずこちらがですね、今回のハブの、外観になるんですけど、まずですね、手で持った時に、かなりこれ高級感があるですね、手触りになってます。こちらのボディに関してはこれアルミ合金ボディになってますので、まあ普通のですね USB-C ハブとはちょっとね、質感がね、もう違います。どっちかというと、据え置きで置くような USB ドックに近いような質感になっております。 MacBook Pro とかパソコンの質感とも非常に近いので、デザインとか質感の相性は良さそうです。ただ結構ですね、重量感はあります。ちょっと重さをね、測っておきましょう。はい、本体の重量が約 303g となっていますので、USB ハブとしてはちょっと重量感あります。はい、ではですね、今回のこちらどういうスペックなのか紹介していきたいと思います。まずですね、このケーブルの長さに関しては22センチとなってます。ある程度の長さがあるっていうところで、 8-in-1 の詳細をですね、見ていきますと、はい、こちらになります。まずですね、 USB の C がですね、3個ついてます。例えばこちらのね、接続する側を MacBook Pro に接続すると USB-C が3ポートを拡張できることになります。でさらに USB-A も2つついています。なので MacBook Pro とかはですね、結構コネクターが多いんですけど、 MacBook Air とかこの USB のコネクターが少なめのデバイスをですね、使うときにこの拡張性っていうのは非常に助かるところかなと思います。ちなみにこの USB のタイプ C 端子に関しては USB3.2Gen2 の 10GBps のデータ転送にも対応している、端子がですね、2つついてます。で、1つが、こちらは、10GBps のデータおよび PD パススルー入力の 100W になってます。なのでパススルー充電にも対応しているので、例えばこっち側をですね、 Mac に接続して何らかの充電器をここにね、接続したとしますと、ここからですね、 Mac の方にケーブル1本で充電まで可能になっているということです。で、 USB の A 端子に関しては、こちら 5GBps ですね、のデータ転送に対応しています。いずれの端子もかなりスペックの高いですね、 USB 端子になっているというところがポイントです。そしてですね、ポイントがこちらですね、HDMI 端子があるんですけども、こちらがですね、 HDMI が2ポートついてます。で、片方が 4K の 60Hz です。で、もう片方が 4K の 30Hz になります。なので、ちょっとスペックの違いはあるんですが、Mac にケーブル1本接続することで、2つの 4K ディスプレイに接続ができるっていうことになります。で、MacBook はですね、4K のモニターの出力が1台のみっていう場合が結構あるんですね。デュアル 4K を PC 側がサポートしていない場合でも、こちらの HDMI を使って、デュアルで HDMI 出力ができるっていうものになっています。なので、M1、M2、あたりの MacBook Air を使っているユーザーにとっては、クリエイティブ作業にですね、かなり恩恵があるんじゃないかなと思います。その他こちらですね、イーサネットポートもついていますので、USB-C で1本ですね、接続しておけば、有線 LAN の接続も可能になるということですね。数えると、1、2、3、4、5、6、7、8ですね。はい。そんな感じの端子になっています。ちなみにこのアルミ合金ボディになっている理由なんですけど、放熱性に非常に優れているということで、結構 USB ハブってですね、熱々になりやすいんですよね。熱が溜まりやすいという特徴があるんですけど、こちらはかなり熱への配慮もされた製品となっていますので、複数の、ね、デバイスを接続したりとか、パススルー充電をしたりとかですね、ガンガンこちらを使っても、この本体が熱くなりにくいということですね。で、ちょっとこれからですね、MacBook がある、部屋の方に移動しまして、モニターへの出力と、データ転送と、あとはですね、今日1日ですね、使ってみて、つなぎっぱにした時の温度ですね、この辺をちょっとチェックしてみようかなと思います。では実際にこれから使ってみようかなと思います。
はい、ということでこちらですね、普段 PC で作業している場所の方にですね移ってきまして、今回の USB ハブの方ですね接続していろいろと検証してみました。で、結果をですねまとめていきたいと思います。で、まずですね前提としまして、今回の USB ハブなんですけども、強いところとしてはやっぱりですねモニター出力なんですよね。 HDMI で 4K モニター2枚に出力ができるというところですね。で、これに関しては例えばですね今使ってるメインで使ってる MacBook Pro は、MacBook Pro 単体で複数の外部ディスプレイに出力できるんですよ。外部出力が複数台できる MacBook Pro をですね使っている方には、そこまで必要性が、ね、高いものではないんですけど、特に必要になってくる可能性がある人としては M1MacBook Air、M2MacBook Air とか、この MacBook Air を使っている方ですね。で、外部出力をしたいという方で、この場合ですね MacBook Air は 4K の外部ディスプレイがですね1枚しか本体ではサポートされていないんですよ。なので MacBook Air の画面ともう1台のモニターに出力するまでしかできないですね。なのでもしですね 4K のモニターを2枚出力して MacBook Air のディスプレイと合わせて3台のモニターですねトリプルディスプレイにしたいという場合には、それに対応するような、USB ドッキングステーションとかですね、そういったものを使う必要が出てくるっていうのが現状です。で、今回のこちらベルキンのですね製品なんですけど、これのすごいところはこれ USB ハブなんですよね。ドッキングステーションじゃない、つまり持ち運びも普通にできてしまう製品というところ。しかも電源もですね別で取る必要はなくて、PC に接続してそこからの給電で全然いけてしまうというところ、ここがですね今回の製品の強いところかなと思います。うちはですね MacBook Pro しか今なくてですね Air が手元にない状況だったので、検証としては、今回のハブを MacBook Pro に USB-C で接続しますと。で、その状態でこの本体の HDMI ですねこちらだけを使って外部出力2枚試すっていうところをやってみました。なので MacBook Air を想定した使い方っていうことで見てみてください。結果としましてはこのような形、はい、うち4K モニター2枚なかったので、 4K のテレビとモバイルモニターですねこれを使ってねちょっと検証してみました。で、最初にですね何も入れないで接続した場合は1台しか出力がされなかったので、これなんでだろうと思ってですねちょっと調べたんですけども、今回の製品ですねシリコンモーション社のテクノロジーを搭載ってことなんですよ。で、その技術を使ってのですね外部出力2枚に対応できるってことなので、 Mac に使う場合シリコンモーション社のドライバーをですねインストールする必要がありました。それ入れないとうちの環境ではですね Mac で外部出力2枚いけなかったです。で、逆にドライバーをインストールすることでこのハブを経由して HDMI 2枚の出力できました。つまり MacBook Air でも同じようにですね USB-C1 本ですね PC に接続してその状態で HDMI を使って2枚の映像出力ができるってことになります。なのでメリットとしてはこの MacBook Air 使ってて、普段作業する 4K モニターをですねメインでこう使ってますと。で、もう1台サブ的にですね映像を表示したりとか情報を表示しておく用の 4K モニターをですね設置したいけど出力ができないぞという場合ですね、この時にこういったハブがですね役立つのかなと思います。ドッキングステーションでもそういった機能がある製品は確かにあるんですけど、こちら電源も不要、本体に接続すれば OK、 USB ハブ形状なので持ち運びもできてしまうっていうところが魅力ということになります。気軽に使えるっていうところですね。ちなみに 4K の出力に関しては、片方が 4K60Hz で片方が 4K30Hz になってます。なので 4K30Hz をメインにしてしまうと結構パラつきがですね気になると思いますので、固定で何かの情報を表示しておくとかそういった用途で使うモニターの方を 4K30Hz の方にしておいて、メインでね動きのある作業をする方を 4K60Hz で接続しておくといいのかなと思います。映像の出力に関してはこのような形になります。ちなみにHDMI で映像出力できるんですけど、 USB-C で映像出力できるモニターとかもありますよね。うちで使っているデルのモニターなんかもそうなんですけど、 MacBook に USB-C でハブを接続しますと。で、このハブの方に USB-C、サンダーボルト4のケーブルとかを接続して、ここからモニターの方に直接サンダーボルト4で接続をした場合に映像出力ができるかっていうところも検証したんですけど、これ USB-C での映像出力はおそらくできないですね。映像の出力に関してはあくまでもこれ HDMI 経由になりますというところはね一つ注意点になってきます。はい、では続いてですねこちらのポイントであるデータの転送に関してですねこちらを検証してみました。今回今ね接続してあるんですけど、こんな形でですね今これ SSD ですね、こ
ちらを接続しております。転送速度が速いケーブルを、ね、接続して、今ここに SSD がつながれている状態です。で、ちょっとこの状態でですね、データ転送をチェックしてみました。これはウエスタンデジタルの SSD で、最大読み取り速度が 1050MB/秒 というね、製品になっています。で、こちらで検証してみました。約 15GB の動画データを MacBook からこの SSD の方に転送するっていうですね、ことをやってみたんですけど、時間がですね、約17秒で転送ができました。まあ、15GB のファイル約17秒っていう形なので、まあ、非常に速い転送になっています。であと、ブラックマジックデザインのですね、スピードテストっていうですね、ソフトウェアを使って、速度テストもしたんですけど、結果はね、このような形になってます。ライトが 1007.3MB/秒。で、リードが 683.9MB/秒 という結果になりました。まあ、非常にね、速い結果になっていると思います。なので、まあ、このような形で、まあ、外部のですね、SSD をつないだりとか、PC とスマートフォンを接続してデータ転送をしたりとか、そういった形で、まあ、大容量のファイルを転送したいと、まあ、データ転送に使いたいっていう時にこのハブはですね非常に活躍するっていうことになります。はい、そしてですね最後ですね、熱に関してですね、今これねすでに2時間ぐらいですねずっとつけてる状態です。で触ってみたところまああったかいです。で実際にこの今の温度がどのくらいなのかですね最後にちょっと測ってみようと思います。はい、じゃあいきますね。見えていますでしょうか。本体の温度なんですけども、まあ、ほぼ人肌って感じですね。36.5 度とか、そのくらいです。なので、手でこう触っていてもですね、熱っていう感じじゃないですよ。ちょっとあったかいかなぐらいですね。はい、36度前後、37度近く行くこともあるかなぐらいです。はい、今の検証ではマックス 36.7 度でした。なんでこれもですね、USB のハブとかドッキングステーションってめちゃくちゃ熱こもりやすいですよね。かなり熱くなって、触ったら熱ってなるくらいですね、熱くなる製品も結構多いんですけど、こちらですね、まあ比較的この熱に関しては抑えることができてるんじゃないかなと思います。ちなみに今ですね、こちらは HDMI の接続と SSD の接続になります。ここにですね、PD 充電もかませると、おそらくもうちょいですね、温度上がると思います。で、最後ですね、PD 充電もした時の温度をですね、チェックしてみてください。こんな感じになります。はい、PD 充電をですね、した後の温度としては、このくらいでした。37.9 度、まあ、40度はいかないですね。38度以下ぐらいの、結果になっておりました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回ですね、まあ、こちらベルキンのですね新型の、まあ、USB ハブということで、コネクト 8-in-1 デュアル 4K ディスプレイ USB-C コアハブというですね製品になっています。こちらを使ってみました。あと個人的に欲しかったところで言うと SD カードのリーダーとかもですねついていると、まあ、さらに嬉しかったかなっていうところです。まあ、特にこの MacBook Air をメインで使っていて、まあ、デュアルモニターでこの映像出力したいとか、まあ、そういった時に活用できる製品になってきます。価格に関してはこちら Amazon でこちら 19,620 円となっています。2万円以下くらいの価格の高機能 USB-C ハブというところになります。はい、ちなみに緊急で追加情報でございます。今回ですねベルキンさんの方からご連絡いただきまして、追加でですね割引 10% オフのクーポンをですね発行していただきました。こちらのクーポンはこのチャンネル限定のクーポンとなっております。他では併用ができないクーポンになっていますので、今回のハブ検討したいなという方はチェックしてみてください。概要欄に掲載しておきます。ということで今日こんな感じで以上になります。この方が良かったら高評価チャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。